もうへそがここまで回ってるんで、バットのヘッドがここにあるってことは絶対振り遅れると思うんですよ。振り遅れる子がこう出していったらさらに振り遅れるんで、やっぱフルスイングするっていうことが一番大事なんで。皆さんこんにちは、 To be Stronger アスリートナビゲーターの田中大輝です。この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてご本人の経験談などたっぷりとお話を伺っていきます。早速今回のゲストをご紹介しましょう。こちらのトップアスリートです。はい、元プロ野球選手の矢野明宏です。よろしくお願いします。さあ今回は矢野明宏さんにバッティングの指導について伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、はい、まあ、今こうバットの出し方っていうか、はい、まあ、いろいろ言われてるのをレベルに出していったりとか、はい、どっちかというと前の手をこういうふうに使っていこうみたいな感じの打ち方が、まあ、流行りというか、うん、結構あると思うし、まあ、僕これももちろん正解の一つだと思うんですよ。でも僕はまあ感覚的には全然違った打ち方してたんで、僕はどっちかというと昔ながらのこう上からこう打っていくっていう打ち方をしてたんですけど、まあ、指導者の方が見る目線っていうと、この一個だけのこういうのがこれが今の流行りで、もしこれが正解だってなっちゃうと、僕はこう合わない子も出てくるのかなって思うんですよね。だから例えば腰回せよって言われた子が腰を回していった時に、バットのヘッドがもうへそがここまで回ってるんで、バットのヘッドがここにあるってことは絶対振り遅れると思うんですよ。振り遅れる子がこう出していったらさらに振り遅れるんで、はい、だから僕は出し方が大事じゃなくて、打球が答えやなと思うんですよ。打球が答え、はいはい、まあ、オーバーにはこう出てもこう出ても結果でいい出方はしてると思うんですけど、打球がセンターにガーンって引っかかった、センターにいい打球が行ってたらライナーでも、いい放物線でも行けば、それはインサイドから出てきたりボールがこう滑らずにしっかり噛んだりしてるんで、だから腰を回せよって言って腰が回した時にここまで手が出る子はこれいいと思うんですよ、うん、でも腰が回った時にここにいる子はちょっとその指導では難しくなるんで。なるほど。まあ、僕もいろいろ教えてもらったところで言うと、まあ、関節の中で、まあ、首が一番こう動くじゃないですか、はいはい、首が一番動く、回りますね、はい、首が動く、はい、で次はこう胸が動く、で腰ってなんか首の関節が100だとしたら、はい、ここは80、胸郭80で、腰は20しか なんか回らないって聞いたんですよ。そうなんですか。腰ってどっちかというとこう使う関節で、はい、回る関節ではない。あ、そうなんですか。はい、ってなった時に首と股関節がある程度止まった状態で、はい、胸郭がバンって動いたら、うん、腰もある程度回っててここが回るから自分の思ってるところに手が出ていくっていう形を作れる。はい、だから腰を回せって子供たちよくあるのはパタンってこうパタンって回るドアみたいな、はい、バットがあったら僕はどっちかというと胸とか手をこう出していくっていう感覚を持たして、自分の思ってるインパクトのところにバットがしっかり出ていくっていう形が出ればセンターに打球がいくんで。なるほど、はい、それは僕の感覚的にも合うんですよね。だから僕はちょっとこう打ちに行くっていうのは、まあ、ちょっと僕の中ではあんまり合いにくい。あ、なるほど、はい、だから指導者の方の中でこう打ってる子にはこの感覚は合うかもしれないですけど、なるほどなるほど、まあ、人によってちょっと違うかなっていうところでは、センターにいい打球を打とうねっていうのと、はい、やっぱフルスイングするっていうことが一番大事なんで。あ、そうですか。はい、まあ、それが小さい時にできていけばホームラン打てる子はヒット打てるんですけど、うん、ヒットしか打てない子はホームラン打ちにくいんで。あ、なるほど。だからまずはしっかり振れるっていうところの力をつけていくっていうのをやっていってもらえたらいいなっていうのと、僕もこれも教えてもらったんですけど、まあ、練習でいうと後ろから来るボールをインパクトのところでこう手を出していく。だから後ろからコーチの方がこう投げてもらって、はい、こうボールをピュッと通り越してもらうように投げる。こう見たら、あ、もうこれ以上いったら向こうで打てないなって手を出していけば、なるほどなるほど、この胸郭がもうすごく動くんで、うん、なるほど、自然と動く。そうなんですよ。でそれ大事にしてもらいたいのは顔が一緒にいかないように、顔がある程度止まって胸郭だけがこう
胸が動くっていう形になればいいんで、だから後ろからこうトスを投げてもらって、でその時に注意してもらいたいのは、こう 手元で落ちると子供らここで打つようになるんで、はいはいはい、子供ら当たらないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとピュッて通り越すようにボールを投げていってもらいたいんですよ。結構早めに。そうなんですよ。だから緩いとあんまり練習の効果出にくいんですけど、早くここを通過させてもう無理っていうところでこう胸が出ていくっていう練習は、僕も今野球教室で一緒にやらせてもらって、子供ら意外に当たらないかなと思うんですけど、はい、やっていったら結構いい感じで捉えていくんですよ。でその感覚が分かっていくんで、だから出し方よりも僕はこれはすごく教えてもらってすごくいい練習だなっていうので、はい、やらせてもらってますけど、まあ、とにもかくにも打球が答えだと。あ、そうですね。出し方もいろいろね、皆さん勉強されてると思うんですけど、っていうよりは打球を答えて指導者の方が思ってる方が、なるほど、まあ、いいのかなと思うんですけどね。なるほど、はい、ということで、はい、ぜひ今回指導者の皆さんのこう教え方考え方というところにヒントをいただきました。ぜひ皆さん参考にしてください。矢野さん、どうもありがとうございました。